はいどうもりょういちです。それでは 7days to die Darkness Falls モッドやっていきたいと思います。さあ、朝になりました。続きをやっていきましょう。4日目ですね。まあ、着々と報道が迫ってきております。とりあえずね、まあ探索だな。今日も探索。この近隣を探索していこう。よし、とりあえず前回途中になってたね、この車屋。続き見ていきましょう。中はまだまだだったな。敵もまだいるだろうし。再配置されるかな。地下があるから強いやつが出てくるかもしれん。走ってくるやつが出てくるかもしれんな。こっちはトイレか。お、ピストルだ。ピストルが来ました。やった。品質はしょぼいけど、いいね。バズよりは、いいね。あ、弾入ってないのか。一発も。弾を獲得せにはならんね。弾か。まあ、うちには少しあっただろうけど。こっちは後でいいか。とりあえずじゃあ地下行ってみるか。ゾンビはいない。そこいそうだなあ。いる。そこはいないか。こっちか。こっちにいますね。普通のやつか。よいしょ、出てこい。ほら。よいしょ。オッケー。カバン。弾くれ、弾。ああ、しょぼい。こっちはなんか倉庫か。お、こんなところに。カバン。まあ、大したもんはなさそうだな。ガソリン。ここは本棚。知ってるやつだな。これは、スチールナックル。これはダーツトラップか。まあ、別にいらんか。どのみち、スキル取れば覚えられるけどな。まあ、一応覚えとくか。インク。金庫とかないか。なし。こっちがさっきの部屋とつながってそうだな。あ、ゾンビ意外といないのかも。案外少なかったな。うん。いなさそうだね。上も。あ、いない。全然いなかった。じゃあ、車はどうだ？釘一本。この、カーパーツボックス。パス N ガスクレートって書いてるけど。中身は、おお、リペアキットがいっぱい。ぼちぼち。箱は1個だけだったかな。あとは、大したもんないな。お、シャベルか。別にでもいらないな。作業台使える。ツールボックスにもリペアキット。リペアキットは結構入ってる。こんなとこか。あとは上だな。屋上はどうだ？あ、ゾンビいそうだな、これ。いるね。屋上にゾンビが。1体います。通の雑魚だな。よし。と。よいしょ。まだいたか。こいつも普通のやつ。よいしょ。ほら、ほら、オッケー。これで終わりかな。あ、まだいそうだな。そこにいそう。いるかね。あ、いないか。あ、いた。うわ。よし。これで OK か。お、弾薬来い。あー、違う。弾薬が欲しい。さあ、ガンストアボックスは、あ、パーツか。ウィンチェスターライフル。そして、こっちは、あー、スチール。スチールチェストアーマーとスワットヘルメットか。まあ、ぼちぼちではあるけど。別にか。今何つけてんだ。ミリタリーつけてるしな。アーマーはつけてない。アーマーはミリタリーつけてんのか。まあ、スチール。スチールでもいいけどな。重くなっちゃうからな。よし、ここは完了だ。荷物いっぱいだけど、ちょっとあっち側見てくるか。こっち側にでけえガソリンスタンドがあったな。ここもじゃあ、ついでに見ていくか。結構しっかりできてる建物だな。ここをホードで使ってもいいな。ほら。なんかいるぞ。雲だ。あ、雲いる。そうか。雲いたか、ダークネス。ガソリンスタンドに雲が配置されてるのが野生の雲か。雲怖いな。ピストル弾入ってないからな。バズでいっとくか、やっぱ。まだマシか、バズの方が。ほら。どうだ。外した。危ない。危ない危ない。いて、食らった。危ない危ない。気持ち悪いわ、こいつは。的がでかいから当ては安いけど、意外と素早いな。タランチュラ。普通の肉をなぜかくれるタランチュラ。まあ、くれるか。まあ、タランチュラも、ね、食えるか。食おうと思えば食えるもんな。あんなでけえタランチュラはやばそうだけどな。よし。ちょっとでかいからな。なんか危ない香りもするね。ガソスタは。とりあえず庭先を見て、荷物一旦置いていった方がいいな。オッケー、じゃあ中に突入するか。飯を食って。さあ、こういうとこはちょっとな、アメフトとか犬とかが怖いね。出てくるかもしれん。下もしっかりなんかあるもんな。うわ、いる。起きないの？起きないぞ。ほら。よいしょ。なぜか起きなかった。下なんか壊れてるな。トンネルになってる。危なそうだな。絶対危ないよな。下に降りれますね。こっから。ライフルの弾だけか。こっちは鍵かかってるから、後か。じゃあ、こっからか。やばそうだな、あの穴は。うわ、いるいる。普通のゾンビがいます。よし、かまん。弾来い、弾。ダメか。狭いからな。走ってくるやつとか、いきなり来たら逃げ場がない。ほら、ほら。よし。缶詰。よしよし、ユッカジュースか。飲んでおこう。こっちだよな。トンネルが。恐ろしいトンネルがある。向こうの部屋に繋がってるだけか、でも。バリケードもあるな。地雷はないか。トゲだけだな。お、開いてる開いてる。これは外。あ、外の庭か。変なやつを起こしてしまったな。いたいた。ストリッパーか。危ない危ない。あんまり下がれないからな。攻撃をすかるのは危ない。あ、いるし、そこにもいるぞ。寝とるがな。よし。一撃。こっからルートか。多分あっちに行くんだろうな。ビーカーだ。ここは行き止まりだ。釘。お、ビーカーだ。いいね、ビーカーがいっぱい。よし、じゃあこっちかな。特になんもないか。さて、こっちはトイレ。汚い水と鍋。おお、レンチレンチ。よし。あれ、開いてない。ここはこじ開ける系か。よいしょ。よいしょ。誰かに気づかれたな。怖い怖い怖い。え、そこにいるの？怖っ。おっ。危ない危ない。とりあえずノーマルゾンビばっかりか。よかったよかった。全員ノーマルゾンビだ。よし。よいしょ。よいしょ。まだいるな。後ろにもいそう。どっからか声はしてるな。よし。外にいるね。ゾロゾロと聞こえるぞ。ノラホードでも来たかもしれん。あ、壊し始めた。めっちゃ壊してる。何やつ。うわ、危ない。やろう。一応出口開けとくか。雑魚がいるね。豚もいるわ。よしよし、なんとか。そんなに強いやつは出ないね。ゲームステージがまだやっぱ低いからか。この裏に弾薬が。ショットガンの弾、ピストルの弾が出ない。どっか叩いてんだよな、敵。どこ叩いて、外か。外の壁かな。外の壁っぽいな。あそこだ。なんかいっぱいいるわ。何してんだ君たち。ノラホードなのか。ノラホードっぽいっちゃぽいな。鉄の壁があってよかったな。しかも狙えるっていう。こいつフェラルカじゃない？え、こいつフェラルカ？フェラルカだ。うわ、緑のやつもいるじゃん。危ない危ない。フェラルカいるじゃん。危ないよ。フェラルカは危ないよ。仕留めとかないと。超えてきそうだな。しかもなんか組体操攻撃が危ない危ない。あ、弓が壊れた。急げ急げ。超えてきそうだし早くしろ。壊れそうだしせめて、ああ壊れた。ベルルカだけでも始末しないと。ほら殴る。こうなったら殴るぜ。うわ超えてきた。緑のやつが超えてきた。やめろ。よし。あ、こうやって超えるんじゃない。超えるな。よしよし、危ない危ない。まだいる。恐ろしいな。フェラルカがノラで湧いたか。さあ来い。よいしょ。オッケー、とりあえずは片付いたかな。さて続きだな。まあそろそろ終わりだろう。とりあえずもう扉を破っていこう。こっちもトイレだな。スーツケース。よしよし。こっちはイグジット。屋上か。屋上へ続く感じだな。となるとこっちはどうだ。ここは倉庫だ。オフィス的なやつか。ビタミンからオイル。なんかあるぞ、角にも。あ、角にワーキングスティフがありました。おお、アイアンスレッジか。いらんか。解体しとこう。さて、あとは屋上かな。屋上が最深部か。あ、まだ屋上じゃない。2階があった。2階か。カラビン。いるかななんか。なんも音がしないな。いない可能性ある。そんなことなかった。ビジネス。おお、上から落ちてきた。上からいっぱい。一応閉めとこう、一回。一回閉めといてみる。大丈夫か。よし。フェラルカはいなさそうだな。よしよし、危ない危ない。入るな入るな。なぜそしてあいつはそこを殴っているんだ。なぜ柱殴ってんだ。ほら。よし。オッケーオッケー。うわ、いるね。結構まだ。あれはバイカーか。ファーマーとバイカーと。いるに、結構いるな。厄介だぞ。ノーマルだったとしても厄介だな。とりあえずキッチン見ていこう。完成品の食い物が欲しいね。缶詰はいらない。あ、ピストルの弾3発。あ、でもピストル置いてきたからな。入り口に。自販機はハリボテか。そして2階のトイレ。上から来るか？来ない。あの箱の中にもいそうだな。結構危なそうだな。おっと危ない。隠されてないか。絵の裏。この隙間に薬品、ビタミン。そして、これは倉庫か？イグジットだ。こっから外に出るのか。おお、ピストルの弾だ。ピストルを持ってきてもいいな。荷物もいっぱいだしな。あいつら厄介かもしれんな。うん、重くもなってきたしな、少し。またいるし。ああ、侵入してきた。ああ、してる。マジかよ、まだフェラルカがいたのか。ああ、まずいぞ。フェラルカの侵入を許してしまった。まずいまずいまずい。上がってこれるかな？これ上がってこれたか？ここまでのルートはどうだった？あー、危ない。やばい、袋小路だ。来てるね。来てますね、もう。そこまで来てます。まずいぞ。研ぎ置いてしのぐか。どこだ？どこにいる？ピストルを取りに行った方がいいかもしれんな。どっか壊してんな。壁はそう簡単には壊れないだろう。ここから外に降りてピストルを取りに戻るか。今この重さでフェラルカと戦うのはなかなか面倒だ。無傷では済まんだろう。よし、一度外に降りよう。よし、ピストルを押さえたぞ。なんとか。あ、いる。あ、来た来た来た。来たぞ。食らいやがれ。外した。危ない。外した。めっちゃ外してる。久々だから外してる。当たんない。全然当たんないわ。むちゃくちゃだ。久々に使ったわ、でも。ピストル。狙いすぎて外しまくったな。無駄に。余計にね、引きつけるんじゃなかったな、あそこまで。さあ、またゾンビ入ってきたな。こっちは走ってるやつがいないといいが、どうだろうな。怪しいな。あー、走ってない。走ってねえのか。ほら、よいしょ。でもバイカーは硬いからな。まずは1体ずつ。よしよし。およし。硬い。オッケー。フェインキラー。結構いるな、やっぱ。これぐらいのでかい建物だと。まだ走ってないだけマシか。ハーバル。こっちにもいたよな。まだ上があるんだ。バイカーとファーマーとバイカーか。まあ走ってないだろ、さすがに。バイカーは。バイカー走ってたら終わりだな。よいしょ。OK。後ろから下のやつが上がってこないか心配だ。あれ、当たらないぞ、あいつ。当たった。よし。あいつも。どっか。よいしょ。ほら。ほら。よいしょ。あと一発。カスあたり。よし、レベルアップ。レベル10か。ようやくレベル10。なかなかだな、まだまだ。まあでもこんなもんか、まだ4日目だし。さあ、屋上はどうなってんだ、さらなる。上は。あれ、なんか、ちょっと部屋になってんじゃん。入れるようになってんのか。屋根裏か。あ、ここがでも、宝部屋か。最深部。うわ、なんかいる。あ、犬が。犬が仕込まれていました。いて食らった。危ない危ない危ない。バズで行くか、バズ。うわ、カーボーイ。ちょっとたない。狭すぎて危ない危ない。よし、なんとか引っかかってくれたか。よし、危なかったぜ。まあ一発食らったけど、最初に犬がいたか。最後の最後で。さあ、とりあえずじゃあ漁るか。なかなかなお宝がありそうだな。カーパーツボックス。あ、ピッケル。普通のピッケルか。今まだ、あれか、スクラップだもんな。そして、スチールクロスボウボルト。これはいらん。スチールの弾もいらんか。解体しよう、後で。カーパーツボックスにはリペアキット。ワーキングは、いまいちだな。品質もしょぼいな。さすがに。おー、ナゲットとか、アーマーとか入ってたけど、品質がどれも終わっている。よし。OK か。なかなかでかい建物だったな。ここはなんだ？この屋根裏部分は、なんでもないか。隠しか。入れない。入れないわ。あ、入れた。入れたけども。ダッフルバッグ。ここが怪しい。危ない。落ちちゃう。ああ、下にゾンビが。なんだここは。あ、隠されし箱だ。ああ、落ちちゃう。ああ、落ちちゃう。全部穴かよ、あれ。いた。さっきのこれか。この上か。こんなところに。ヒドゥンスタッシュか。おお、アイアン。ヘルメット一つ。しょぼい。よし、これで OK だな。なんとか。さあ、荷物を持って帰ろう。はい、拠点に戻ってきました。とりあえず荷物を置いたから、探索もうちょっと行くか。動物とか探してもいいな。動物探しつつ、あれかな。本屋かな。やっぱ本屋がないときついな。レシピがあんまりね、手に入ってないのがね、やっぱ痛いね。あの建物なんだろうな。あれはあんまりいいか。あれはなんだ？あれ、ロケットのやつか。ミサイルサイロ的なやつか。あんなとこに外れにあんのか。街の外れだよな。ああ、これあったな。でかい建物。金庫とかあったやつだな。今見るにはちょっと厳しいかもしれんな。それなりに強いやつがいそうだもん。まあ、ピストルの弾は補充したけど、結構時間かかりそうだな、ここは。まあまあ、敵いるだろう。複雑になってた気がするわ。まあ、一回ちょっと行ってみるか。よいしょ。なんとかいけるかな。ちゃちゃっと見るか。まあ、大して見なくてもいいとか見ないでもいいかもしれん。周りのゾンビたちが厄介だな。ロックピック。集まってきやがったな。とりあえず手前部分を。よし。罠にかかっているぞ。よいしょ。ほら。当たらん。なんかゾロゾロ来てるね。日が暮れてしまうわ、絶対。急いで。なんだあれ、わらブロック。なんもなかったか。外からの方が多いじゃないか。中からも来たぞ。フェラルカじゃないだろうな、いきなり。大丈夫か。よし。あ、危ない。一瞬止まった。よし。ちょっとスキル取るか。このクオリティ上とか取りたいな。とりあえず1個取っとくか。ファーストADも取っとくか。とりあえず取っとこう。あ、クオリティ上2まで取れるわ。とりあえず取っとこう。うん。これで多少は、マシンになんか来てる。危ない。危ない。危ない。セーフ。危なかった。いきなり狼横から。ダメージ食らわなくてよかった。ちょうど肉は欲してたけど。油断ならねえな。オッケーオッケー。まだまだゾンビが外にいやがる。普通のバイカーじゃん、しかも。よし。いるねえ。牛もいるねえ。よし。さあ、ようやく中に入れるか。もうすぐ夕方になりそうだ。この中もどうなんだろうな。危ねえやつ出てくるかな。一応ピストルをここに置いておこう。さあ行くぞ。ちゃちゃっといらないやつは捨てていこう。よし、もう2階だ。いるねいるね。ソルジャーソルジャーか。じゃあソル、さすがにフェラルカじゃないよな。よいしょ、よいしょ。あ、起きた。あ、ジャーソルが起きた。別の。まあ、フェラルクーを横にもいる。おお、始まった。ソルジャー軍団か。フェラルソルジャーが来たら恐ろしいな。しかも、勝てんだよな。ヘルメットガキガキ。しかも、うるせえし。起きてきちゃうからね。あ、まあ、スタミナが。あ、まずいな。こっちに逃げるのはあまり良くない。よいしょ。反対方向に戻らないと。よし。おっ。ガキガキ。よしよし。下から多分誰か来てるな。ガキガキしたから。あんなところに金庫がある。ウォールセーフが。よし、開いた。開いたけど、周りにゾンビが山ほど来てしまった。ああ、しょぼ。ああ、ゾンビ軍団が。またおいでなすったよ。ほら、ほら、ほら、ほら。ああ、落ちちゃった。危ない、危ない。ああ、いるいる。そこら中にいますよ。とりあえず先に少し進んでいこう。トゲをここに一旦ちょっと置けば時間稼ぎになるか。早く見ないと本当に日が暮れてしまう。ここどうなってたかな。こっちがルートだよな多分。まあゾンビはあんまりいないかもしれない。わあ、ゴアブロックがなんかある。スチールの弾も使えるのか、これ。ん？なんかいるな。どっか壊して、あそこか。ソルジャーだ、ソルジャー。普通のソルジャー。ほら。叩け！後頭部を強打。あ、危ない。後ろからも来てそうだな。危ない。後ろからバリケードを突破してきたんじゃないかな、そろそろ。急げ急げ。近いな、声がやけに。いたいた。カバン。布切れ。うわ。危ない、荷物も重くなってる。いて、食らった。出血が。至る所でゾンビの声をしている。こいつ危ないぞ。よし。後ろの扉閉められないか。ん、そこが壊れてる、なぜか。運送クレート。あ、ヒドゥンじゃないか。うわ、しょぼ。レーザー。レーザーフードって。この人誰だとお前は。今度は別のところで壊されてる。よし。ここはこんなところにも金庫が。ろくなもんは入ってないとは思うけど、開けないわけにはいかんしな。ガンセーフもあった気がするな。上によし。じゃあ金庫を先に開けるか。よし、開いた。ゾンビが迫ってる。危ない危ない、迫ってた。本当に塞いどいてよかった。よし。しょぼいな。スチールアローか。スチールアローは使ってみていいな。使っていこう。使えないわ。この弓じゃ使えないのか。スチールアローは。残念ながら。よし、じゃあ、こっち。狭すぎて、木が、すげえ木が邪魔だ。こっちはトイレ？何にもないかな。よしよし。せめえな、本当に。一つずつが。ああ、こんなところにガンセーフか。これガンセーフ。うわ、キー邪魔だな、これ。めっちゃキー邪魔じゃん。まあ、なんもなさそうだな。あ、B か。こっちは。ここもさすがにないかな、もう。包帯だ。やった。周りは情けだな。よしよし。ここなんか隠しとかもあった気はするけどな。よし、とりあえずガンセーフ。さあ、中身は。おー、しょぼいな。よし、とりあえず。まあ、まだ時間はありそうだ。なんとか。ゾンビか？ゾンビの声がしたけど、どこだ？あ、いたいたいた。ハズマット。ハズマットの他にもいるな。狭いからな。どこだ？扉か。上もいるのか。ハズマットか。ハズマットだ。ハズマットは安心か。おお、走ってる。走りハズマットだ。危ない。ハズマット安心じゃねえじゃん。どこが安心だよ。ああ、縛らない、縛らないよ。危ない危ない。閉めて。危ない。一旦閉めた。危ない。全然安心じゃねえじゃん。よし、こうなったらトゲだ。トゲを使ってやる。来い。来なくなってしまった。逆から来るつもりか。やつめ。うわ、危ない。誰だお前。いて。やめろよ。余計なことをするんじゃない。仕方ない。ピストルを取り出すしかないな。あれだ。あんなとこに嫌がるぞ。邪魔。ほら。来いよ。よし。オッケー。走りはずまと、おお、すごい。マチエテだ。マチエテのレシピと。これは覚えてる。ハズマットグローブ。走りハズマットいたか。まさか走りでハズマットが出てくるとはな。思わなかった。これは油断ならないな、じゃあ。感染力も高いしな、ハズマットは。まだ出てくるんじゃないか。最深部は絶対出てきそうだな。そしてこの木を。木がすげえ邪魔なんだよ。ここはさらに上の階。いや、さっき来たな。ここはさっき来たか。で、上来て、あー、壊されとる。別のハズマットもいなかったか。それは落ちたのか。落ちたやつか。木で全然見えないんだけど。ここは箱がヒドゥンスタッシュか。お、ハンティングナイフ。いい品質。これで剥ぎ取るか。こういうとこなんかあるかな。下手に崩したらでも全部崩れて、足場もね、崩れ去る可能性あるからな。あ、なんか開いてるな。あ、開いてるじゃん。ロケットの中、はしごがかかってたわ。上から入るのか、これ。いけるんだ、上から。そういう仕組みだったか。まだなんかありそうだな、じゃあ。どんどん狭くなっていく。まあ、ゾンビも限られてくるだろう、さすがに。もういないかもしれない。そんなことはなかった。どこだ？どこだ？横だ、横にいるぞ。ハズマット、走りだ。まずい。足攻撃。足を撃て。よいしょ。よし。今がチャンス。危ない。危ない。ここにもいたぞ。普通のハズマットだ。危ない危ない。狭いから。ハズマット中心だな。天井も低い。お、ピストルじゃない。マグナムの弾か。食い物くれ。ないか。これはなんだ？怪しい。あ、これは弾薬ボックス。ピストルの弾くれ。あー、ライフルの弾90個。ピストルの弾くれよ。とりあえずここは OK か。上だ。そしてまたウォールセーフあって。こっちは。こっちがミサイルの上？まだ上があるか。途中だな。なんだ、あるぞ。隙間。なんだ、弾薬ボックスがコンクリートのプレートに。調べられるんだな、しかしこれ。またライフルの弾だ。これ調べられるんだ、角。じゃあ一番上行くか。もういないんじゃない、さすがに。あ、あとウォールセーフか。さあ、どうだ。おー、弾が3発。まあ、ないよりはマシだろう。さあ、ちょっとコオロギが鳴き始めてしまったな。最深部にドバッといるか、まだ。あ、まだガンセーフもあったか。お、ピストルの弾じゃないか。いいね。さあ、いたぞ。おー、しょぼいな、やっぱ。少量の弾だけか。そして、扉。さすがにもういなさそうだな。敵も。あ、上もあるな。屋根の上に、また金庫だ。金庫がポツポツ置かれて。よし、開いた。おお、弾だ。よし、まあまあ、ピストルの弾。だいぶ増えたな。そして、この下か。帰り道？違うか。なんかあったかな、ここ。なんかありそうだな。敵もいるかもしれんな。壁の裏か。壁の裏になんか隠されてなかったかな、これって。硬いな、意外と。お、あったあった。1枚壊すだけで入れるか。ギリギリ入れる。透けて見れるだけだけど。スキーゴーグルはいいか。弾薬ボックス。早くしないと夜になっちゃうからな。急いで。お、ロケットの弾いらん。こっちも一応壊すか。お。なんもないか、こっちは。どうだ。あ、なんもない。こっちは、あ、あった。またウォールセーフかよ。よし。開いたー、なんとか。よし、コンポーンドボ。よし、逃げろ。夜になってしまうわ。とりあえず、こんなもんだろう。早くしないと。まあ、ここで一晩明かしてもいいけどな。まあ、まだ大丈夫か。まだちょっと明るいな。よし。まあ、大体取れただろう。多分。金庫結構あったな、やっぱり。まあ、ちょっとは収穫あったか。玉とかは収穫あったな。武器とかはあんまりか。うん、パーツが少々だな。はい、拠点に戻ってきました。とりあえず今回の探索はここまでにしておきましょう。まあ夜がね、近づいてきました。そして5日目か。まあそろそろ報道準備をしていくために素材集めとかね、していきましょう。まあ拠点とかも作るためにはね、どんどんと資材は必要だしな。うん、物資が必要だから、探索をちょっと一旦置いといて、周りの木を買ったりとか資材集めかな。5日目くらいは資材集めに専念するか。まあ、資材集めだったらね、専念して裏で作業してしまうかもしれないけど、まあ、とりあえずね、また次回ですね。というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。